モーガン・フィッシャーは、イギリス、イングランド、ロンドン出身のキーボード奏者、作曲家、ミュージシャンである。モッド・ザ・フープルにも在籍した。シンセサイザーを使用した曲を作曲、演奏することが多い。ゆったりとしたテンポの曲が多く、ヒーリング・ミュージックの作家としても知られている。日本の CM 曲の作曲も手掛けた。オルガン奏者として、 キャリアをスタートし、66年から、ソウルサバイバーズと名乗っていたバンドがいたが、そのバンドに加入。1967年、バンドは、ラブアフェアと改名し、1968年に、エバーラスティング・ラブをヒットさせた。1974年、モッド・ザ・フープルの正式メンバーとなる。74年に、ロックンロール黄金時代が、イギリスや日本でもヒットした。 1978年ロンドンにて、スタジオレコードレーベルのパイプミュージックを設立。1992年アニメ、アップフェルラント物語の音楽を担当。1994年、ザブーンのアルバム、極東サンバに参加。1996年世界初のモッドザ・フープルのトリビュートアルバム、モスポエットホテルを計画、プロデュース。 1997年、ヒートウェーブに正式メンバーとして加入。東京シティマン、ガツにホエルに参加。1998年、大高しずるのアルバム、ホームに参加。2015年、イアンハンター来日公演では、ゲストとして登場している。2018年、イアンハンター、アリエル・ベンダーと共にモッド・ザ・フープルを再結成し、 スペインのフェスはズッキなロックフェスティバル、イングランドのフェスランブリンマンフェアに出演。スウェーデンでも公演した。2019年、モッド・ザ・フープルとして、US ツアー、UK ツアーを行う。コンピレーションアルバム。ありがとうございます。